久保さん。もう僕はね、一人で稼ぐっていうところに徹底してますけどね。やっぱ久保さんと僕が似てるところは、やっぱ従業員を雇って痛い目をたくさん見てきたというところで、従業員を雇っていい思いをした思い出があんまないですね <laughs>。い、従業員を雇って苦労した思い出しかないですね。だからまあこれは雇用、本当大変なんでやってみてください。やらないと思うんで。 やらないと思うんで、やってみてくださいと言っときますけど <laughs>、やらないでしょ、どうせ。うん。毎月20万払ってみてください。まあ、税金とかもいろいろありますけど、社会保険、会社で入れると半分ぐらい会社でほほた、あのー、ね、あの、負担しないといけないし。で、給料20万ぐらいだと、まあ、あの、文句言われるだろうし。いろいろやってみてください。うん。まあ、僕はもう、あの、 まあ一人で稼ぐっていうのが最強なんじゃないかなと僕は思います。小回りもめっちゃ効くし。で、採用すると、ん、切るっていうところでも大変なんですよ。うん。まあまあ僕はもう、外注化もしない、バイトすら雇わない、もう本当に誰も、やらないですね。<laughs> そう。うん。まあでもね、まあ僕は行き切ったのはこれですね。 まあ、久保さんも一人でやってますけど、うん、要は、結論僕とか久保さんなんかは別に雇用しなくてもね、自分自身を、もう、クローン人間を作り出せるわけですよ。いくらでも動画撮れるので、作った動画がまた喋ってくれて、ね、作った動画がまた喋ってくれて、24時間喋ってくれるわけですよね。クローン人間か。だから、まあ、今回のテーマは、クローン人間を作れていいんですか。 苦労人間に稼がせろみたいなねでもね、これね、なんか未来の話に聞こえるような話かもしれないですけどな、ロボットの自分が稼ぐみたいなね。でもこれね、実際今起こってますからね。クローン人間作れますからね。作るか作らないかはあなた次第です。